結構な肉屋ですね、あれは。でもなんか普通の肉じゃん。やっぱりバーベキューはまずチョリソーかな。チョリソーから結構早いですね。火力強い。チョリソーです。辛い、うん、チョリソーバーベキュー。もともとはあの市長に頼まれて俺 SSC っていうコミッション、スポーツコミッションの会長をやってて、その時からアリーナできないと商売的にきついですよねっていう話で、まあアリーナ市長が公約してるじゃん。でもアリーナ作っても体育館としてやってて経営できますかっていう、そういう時代じゃないじゃん。でちゃんと経営できるアリーナにしましょうねと。でその時にコンテンツがないとどうにもなんないっすよねと。やっぱバスケだねと。でじゃあ新チーム作ろうかみたいな話になってたんだよ、埼玉市で。俺埼玉あんま知らなかったからさ。で埼玉の人にいろいろ聞いてたら、新チームが絶対いいですみたいなこといろんな人に言われて、でじゃあ新チーム作るかと思ってたら、いや実はブロンコスっていうチームがあるんですみたいな話に、ちょうど1年前ぐらいかな、あ、あんですかみたいな、あ、そうなんですけど、でも手出さない方がいいですってみんなに言われる。で、なんだろうと思っておかしいなと思ってて、そしたら市長とブロンコスの当時の経営者の人とか株主とかと会う面会みたいな機会になって、でそれが去年の夏ぐらいかな、新チームだねみたいな話してたら、今度ブロンコスが経営がまずいんですみたいな株主の人からって言われて、リーグからももうそろそろ債務超過だし経営もどうにもなんないから、池田さん代わってください、助けてください、再建してくださいみたいな頼まれたんです。それで、まあ、よくわかんないからとりあえず暮れぐらいかな関わり出して、で内部見出したらなんか3億とか4億円ぐらい借金あるし、真っ赤っかだし、でまあここでもまずいからって言って株主の人たちから頼まれて、でとりあえず取締役で入ったのかな。でいろんな株主に会ってったら、10年もう全然ブロンコスのことなんかわからんみたいな、で池田さん代わって再建 しろみたいな、でみんなの借金いろいろ資金繰りしてなんか、まあ、返したりなくしたりして、で俺が株主になって、でそのタイミングでまあ、全部こうやりますみたいな話になった。ミンさんのコチジャン、これはですね、僕があの千葉の方によくサーフィンしに行った時に帰りに買ってくるんですけど、この人のキムチとかもうまいね。それはですね、あ、ま、違うんですよ待てよ、こういろんな野菜をいっぱい乗っけんの。でこう肉も乗っけて、でコチュジャンをで取り塗って、で茎が好きな人はパクチーで、いやこれでマジうまいから。うまそうに食べますね。あの伊那に今体育館借りたんですよ。であそこで大人のバスケットボールサロンっていうのを始めて、バスケットやりたい大人の人たち、そのスクールに入って夜にみんなでこうバーベキューこういうのやって、みんなで楽しむっていう。4億は返せるかなみたいな、返すか、まあ、借金なくせるかな、ゼロには持ってけっかな。で2年間は、まあ、会社とかが倒産したりとかがなければ、まあ、やっていける目処は立ってるから、
まあどうにかなんじゃないのって、もうほっといたら潰れちゃうから、誰かがやんないとダメだから、で、まあ、頼まれたら弱いじゃん。どっちにしてもアリーナ作る時にコンテンツ必要だし、じゃあやるかみたいな。で、市長とかともその話して、まあやじゃあやりますね。まあ、ブロンコスの話もちょこちょこ、こんな経営状態なんです、関わりませんかみたいなことは来てたから、でどうなんだろうみたいな。でも内部の財務状態とか見れないし、中入んないと実際どうなんだろう。でいろんな人に会ってもみんな関わんな、よくね、なんでなんだろうと思いながら、みんな言わないんだよね、真実を、過去のこととか。やっぱよそもんだしさ、どういうことがあったとかもう誰も言わないんで、ちゃんとしたこと、ただ絶対関わんない、もう新しいチーム作れ。でそしたら12月ぐらいにもうリーグから正式に、もうこれだとプロとしてライセンス出せませんと、債務超過です、もう赤字ひどいですって言って、前の株主の人たちから、まあ、経営変わってくださいと。新チーム作るんじゃなくてブロンコスにするっていうその判断っていうのは何ですか？どっから？だって見捨てることになるじゃん、死ねっていうことでしょ、ブロンコス。見捨てるという判断はまあできたわけじゃないですか、うん、まあ、新しいチームが立ち上がっていく傍らで、所沢にある緑色のブロンコスが死んでいくわけでしょ。でそれを俺は知ってるわけでしょ。で過去そのまあ、市長たちもそうだし、埼玉の多くの人が2000年ぐらいにはみんな応援してた時期があるのよ。でスーパーアリーナとかに客入れて結構入って、スポンサードいろんな会社がして、町のプロスポーツチームだからみんなが立ち上げたはずなのよ。勝手に立ち上がんないから、プロスポーツチームって。でもうしょうがない、もう経緯も大体分かったから、去年の12月ぐらいまでに、あこれみんなが変わってたんじゃんみたいな。誰が悪いとかそういうことじゃなくて、みんな関わってたんじゃん、埼玉の人が。で新しいチーム立ち上げたらみんなで見殺しにしたことになるでしょ、で新しいチーム立ち上げたの俺になるでしょ、もうしょうがないよねって。やるんだったらアリーナ作んないと、スポーツコミッションも成功しないし、アリーナの指定管理とか取ってやっていかないとスポーツコミッションもうまく回らないんだったら、コンテンツ絶対必要だから、じゃあもうしょうがないよねってやるしかないじゃん。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。